こんにちは、キラです。ということで、今回の動画は、もうチャンピオンに行ける FFA の対面修行で、かなり自分に自信がつきました。という内容の動画をお届けしようと思います。はい、ということで、今回もいつも通りランクマッチがやってきたんですけど、最近僕、ソロランクプラス FFA の対面修行やってるんですけど、今回も FFA の対面修行してきて、もうこのぐらいの動きができればチャンピオンいけるんじゃないかっていう自信がつけることができました。ソロランクは微妙な結果には終わってるんですけど、ラストの対面修行、かなりいい動きできてるんで、よかったら最後まで見ていってください。それでは早速本編に入っていきたいと思います。クリエイターサポートは、アキラ285でお願いします。ちょっと立ち悪おうだな。危なすぎ。痛いって本当に。うわお。ランクは80です。これさっきの人じゃない。うわー、ごめんなさい、謝ります。え、うそやん。うわ、最悪。良さそうな物資持ってたね、この人ね。うわ、最悪。あ、ナイス。待って、やばすぎ。うわ、資材ねえな。うわ、最悪、ショットガン外した。ちなみに今エリートの 87% まで上がりました。エペでもいい。もう最悪や。うわ、ガチか。実際あ、終わったかもしれない。あー、終わった、最悪。完璧。マジ？見えてんの？それ。
もう最悪。はい、オープニングでも伝えてた通り、今回は FFA の対面修行もやってきてます。自分的にはかなりいい動きができてたんじゃないかって思いますんで、よかったら僕の成長をご覧ください。それでは FFA の対面修行の方もどうぞ。強そうだな、よろしくお願いします。がっちりガチガチに、なん、いないのか。え、全然違うとこ。いいね。オッケー、対面をね、なるべく早く終わらせるように意識していきたいけど、うわーマジか。大丈夫、しっかりとね。やばいな、いいダメ。やべえな。オッケーオッケーオッケー。あー、え、痛すぎ。大丈夫、落ち着いて対処しよう。やべ、たまにマジで追いつけない。ナイス。いったすぎ、マジか。あぶねえ。うまいな、そっからのやね。あぶねえ。うわー、うまい。どこ？危ねえ。
いやー、先制ダメ結構取られるんだよな。やばいな。うまい、それは。音がのリロードが。いやー、なんで勝つん。あぶねえ。沼りすぎだろ。ありがとうございました。